1月21日水曜日だよね。おはようございます。おはようございます。本当に朝早いです。6時半ですか。ね、もう5時ぐらいからこのような状況で、ね、彼らまだ若いです。寝たい。左にいるグリーンがさっきからですね、ズボンを器用に脱いでおります。というわけでもう諦めて電気をつけました。はい、だからおはようございますです。ちょっと反省してるの顔になって、なんでだろう。かわいいなお前たち。うわぁ、いや、かわいいなお前たち。ママが頑張って寝かせてくれました。頑張ったね。はい、レッド君です。なんかレッド君がすごくよく喋ってくれますね。さっきからニコニコしてます。寝起きだから、昼寝から起きてます。かわいいね。キビモチを見て大興奮してます。結構ね、大きい服だからね、折らないとね、袖を延々と舐めちゃうんですよ。折っても舐めるよ。うん、舐めるんですよね。ね、よし、よし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 。だたまに自分の襟元を掴んで舐めてる。マジか。さっきね。お、グリーンがいい反応。こうやって音を立てます。はい、音を立てます。取れそうで取れないところに持っていきます。持っていきます。あともひたすら引っかかるのを待ちます。待ちます。両手で掴んでくる。あ、いいですね、いいですね、いいですね、いいね。下目、あ、いいね、いいですね。左手外さないね、なかなか。手に夢中ですのでね。両手を使うって発想はないのか。あ、ないね、きっと。そしてカメラが気になるレッド。わ、来た。パパから勝ち取ったおもちゃを満足そうに食べているグリーン。食べて。いけるね、確かに。美味しいんだろうね、きっと。美味しいのかな。いや、人から勝ち取ったものは。え、そうなの。